デビット・ルーサー・ファウツは19世紀のアメリカ合衆国の元メジャーリーグ選手、監督。ポジションは主に投手、一塁種。1856年、メリーランド州、キャロル郡で生まれる。1884年にセントルイス・ブラウンズでメジャーデビュー。主に投手として出場するが、一塁種としても出場した。1885年は33勝を挙げ。 AS のボブ・カラザーズに次ぐ活躍で、チームのリーグ初制覇に貢献した。1886年は、最多勝ち、最優秀防御率の2冠でチームを2連覇に導いた。1887年は、シルバーキング、ボブ・カラザーズで形成される3本柱が活躍し、リーグ3連覇を達成した。ファウツは、投手として25勝、野手としても108打点を挙げた。 1888年にブルックリン・ブライド・グルームズに移籍。この頃から投手ではなく一類種としての出場が多くなる。翌1889年も113打点、43投類の活躍でリーグ優勝に貢献。1890年は打率。303、98打点、42投類でリーグに連覇を果たした。1893年からは、 選手兼任監督となり、1896年に引退。1896年1月から肺炎に悩まされ、10月に現役引退し、監督も辞任したが回復せず、翌1897年3月に40歳で死去。ありがとうございます。